アパメア、アパメア、アパメア、またはアパメア、アパメエア、ギリシア語、アラビア語、アハミアは、シリア北西部にある都市遺跡。オロンテスカワウガンにあり、セレウコス町の四大都市と言われる繁華な都市の一つで、軍馬や物資などを集積する軍事都市でもあった。同じアパメアという名の他の都市と区別するために、シリアのアパメア、または、 オロンテスカ藩のアパメアとも呼ばれる。アパメアについては、ストラボン、ザビ、P752 やプトレマイオス、V15、19などにて研究されている。アパメア史跡は、シリア西部の都市、ハマーの北西 55km に位置し、ガブ、ゴブの谷間を見下ろす高台にある。元は、パルナケ、ファーナッキーと呼ばれる町だったが、アレクサンドロス大王の征服後、シリアを、 ギリシャ化するという政策のもとに、マケドニア風のペラ、ペラの名で短期間に呼ばれた。その後、セレウコス町を創始したセレウコス一世により、紀元前300年に拡大、要塞化され、バクトリア出身の妻アパメーアパマの名を取ってアパメアと名付けられた。要塞は、湿地や湖を作りながら屈曲するオロンテス川が、作り出した半島上の丘の上に建てられた。 この半島のように突き出した形から、チェリナソス、ケロネソス、ミサキというアパメアの別名が生まれた。セレウコス一世は、軍の平坦基地をこの町に置き、500頭の戦像、3万頭のメス馬、300頭の種馬を集めた。紀元前2世紀に王を戦勝したデオドトストリュフォン、ダイオデタストライファンは、アパメアを拠点として、作戦行動を行った。アパメアは、 東方との交易路と、オロンテス川沿いに、エジプトから北方へ至る道が交わる地であり、繁栄を極めた時期には、人口は50万人に達したとされる。アパメアは、首都、アンティオキア、その外交、セレウキア・ピエリア、アパメアの西の港ラオディケアと並んで、シリアのテトラポリス、四大都市と呼ばれた。フラビウス・ヨセフスは、ユダヤ古代史、アント・ホーティン、三二で、 グナイウス・ポンペイウスが、紀元前64年、アンティオキアかその近くにあった冬の兵営から南に、進み、アパメアの要塞を破壊して、これをローマに併合したと述べている。カエキリウス・バッスス、旧、サシリアス・ボススがシリアで反乱を起こした際、鎮圧にやってきたユリウス・カイサル軍に対しアパメアは、抵抗し、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスの援軍が到着する。 紀元前四十六年までの三年間、持ちこたえたというカッシウスディオ、ローマ氏、ザルビー、二十八、およびフラウィウス・ヨセフス、ユダヤ戦記愛十十。ユダヤ戦争が勃発すると、アパメア市民は街の中に住むユダヤ人を助け、虐殺や監禁などの目に合わせないようにしたという、ユダヤ戦記、十八、五、七世紀、 サーサーアン・アサペルシャのホスロー二世がアパメアを破壊したが、その廃墟は部分的に修復され、イスラム帝国のアラビア人はファミア、またはファーミーアと呼んだ。十字軍の時代、アパメアはなおも繁栄する都市であり、戦略的にも重要で、アンティオキア公国のタンクレードはこの町を占領した。しかし1152年の大地震がアパメアに止めを刺し、以後再建されなかった。 都市遺跡は、オロンテス川を見下ろす、大地上の200ヘクタールに上る面積を占めており、町の一部は丘の上にある、古代の城壁で囲まれている。町のその他の部分は平地にある。隣接する湖は魚、ブラックフィッシュが獲れることで有名である。アクロポリスは、現在廃墟となっており、カラートあるイコールムディク、コラットある、マディク、キャラットエル、マディク、 クーラット・エル・マディックと呼ばれている。非常に装飾的で巨大な廃墟が崩れずに立っているが、これはおそらく5世紀前半のキリスト教徒の歴史家、ソゾメーン、ソゾメーンが言及した神殿の跡と考えられる。また、2世紀頃に建設された長さ約1600メートルの列中道路が残るほか、劇場や教会の廃墟もある。1930年から1938年の 間、及び1947年と1953年、フランツ・クーマン・ラ・ベルギーの調査隊による発掘が行われた。1965年以降は、ジャン・シャルル・バルティ、ジーン・チャールス・バルティの指揮により発掘が続いた。発掘初期には、多数の遺物、特にモザイクが見つかり、ブルッセルの王立美術歴史博物館に収められている。 エルサレムにおける聖書の二つのアラム語訳、タルグウム、タルグウムヨーナータンとタルグウムオンケロスにおいて、シェファム、シェファム、民数記三十四章十一節という地名はアパメアに等しいと見られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。